チッス誰も知らないカリュド、イカレタコスケです。バージョン3.0、ぶっ壊れ武器候補、見ていこうと思います。今回は順当強化もあるし、百竜武器も突き抜けたやつもあるしね、百竜武器を突き抜けた装備もあるしで、ね、なかなか見応えがあると思います。もしね、あの、実はこれめっちゃ強いよってのが抜けてましたら、ぜひコメント欄の方にお願いしたい、所存。それでは見ていこう。まず、体験。体験はね、 ま、あ個人の所感でございますけども、おそらく、百竜武器が、一番かな。他にもね、あの、天水竜とかもろもろ出ましたけども、属性が強い武器が多いイメージの中、最も強化されてるのが、もともとね、百竜体験自体かなり強かったんですけども、こちらですね、その状態はね、攻撃力10アップされて、さらに攻撃力強化4が追加されました。まあ、会心率強化4でもいいんですけども、 それとこれはまあみんな一律そうですけども、あの、切れ味変更、これ4型でいいのかな攻撃力マイナス20の代わりに白ゲージが素であるっていうね。まあ簡単、簡単なるが <laughs>、スキルですね。まあ体験にはこれあんま関係ないかもしれないけど、最大火力を考えると、無劇とかを乗せた場合、おそらく、この百流体験が今んところ一番無難かなと、個人的には思われますね。タッチ 継承の宝刀カムラ。フラグ、フラグをき持ってきましたね。フラグ持ってきましたね。継承の宝刀カムラでございます。攻撃力190、匠で白ゲージが出て、非属性が15で、回信率が40%に、スロットさんが付いているんですけども、まあ、これでもね、十分なんかあの、忍者、ハイ忍者ソードっぽい感じはありますけど、回信率40%と。えー、武器の攻撃力にプラス10ができますんで、白ゲージ、 回心率40%、攻撃力200、プラス少しの属性ダメージと大きいスロットが入っていますんで、これかなり、えー、有力候補になるんではないかなと思われます。そしてこれですね。ファントムミラージュ。まあもうミラージュショテル自体がもう結構強いと言われてましたけども、順当強化で火力が10上がり、さらに武器の攻撃力プラス8も、あ、これ2上がってんね。2上がっておりますんで、 え、228即白ゲージの改心15%、豊富なスロットとなっております。片手剣。ま、片手剣もね、あの、比較対象がハイ忍者ソードそれから百竜剣の方も属性強化されて使いやすくなってるんですけども、ま、あえて言うのであれば、ストレモダオラと竜天剣バミリオルグですかね。こちらはね、高開心、あの、高流の魂によって、高開心と、それから高い そして汎用性の高い氷属性を持っていて即白ゲージが出ると。会心率40%までね、すぐに上がります。ただまあ、火力が180とちょっと控えめなんでね。で、こちら、バミリオルグは攻撃力180で、この独特な切れ味白を存分に使えるという強みがありますね。で、流属性34にスロットもついていると。で、攻撃力強化型の、あの、武器の攻撃力にプラス8が、この白ゲージにめちゃくちゃ恩恵を与えますんでね。 ま、ほぼ、190のずっと白に、こう、流属性34がついていると、非常に使いやすいところになってきます。まあ、単純に、改心率度外視で言えばね、この200の青ゲージよりは、あのー、がっつり、流属性分も込みで、がっつり上になりますんで、今、スキルがどれぐらいね、今、防具詰め詰めで乗るかわかりませんけども、まあ、それによっては、 余裕で。まあ、特に流属性が効く敵なんかに対してはね、がっつり効果高いかな。ですと、結構な横並びな感じはするでも。使いやすさとか、あの、敵を選ぶところとかね。片手剣はそんな感じだね。双剣双剣もね、百流武器強いですけども、えっ、ー、と、他にもね、面白い武器来ております。これ、ルプス・ダオラ攻撃力が172アップして、 もともと高かった氷属性が32になりましたこ。氷属性32は結構すごいですからね。で、まあ、改心は百竜スキル使いますけども、氷の魂によってプラス30%になります。で、何よりね、あの、白ゲージがすぐ出るようになりましたんで、この、 公表ローガー1自体も、まあ、そこそこ、まあ、そこそこ、まあ、総剣のくしゃぶきはあれか、<laughs> そんなにすごい使えなかったけど、白ゲージになることによって、えー、一気にね、火力が上がります、上がりましたんで、まあ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 、ま、ま、まあ、まあ、属性の高いナルガ総剣みたいな扱いができるんじゃないでしょうか。そして、ビルマフレア。これはね、マジで候補だね。あの、爆破属性と氷属性、両方通るモンスターっていますし、何より、 高難易度のモンスターは、一番通るのが爆破なんで、氷属性分がどれぐらい火力があるかと、氷力180のね、切れ味青ゲージなんでね、回信率10%にスロット2と、結構秘めたる装備になりますね。そして、双剣オーナズチ、単純に、もともと、あの、毒でね、紹介しましたけども、攻撃力180ちょっと物足りなかったものが、ゲージをちょっとパワーアップさせ、氷力190にし、毒属性を40に上げてきましたんで、 もう、とりあえず、高難易度で、時間かかるモンスターには、双剣はこれでいいかなと。どうしてもモンスター戦うのに時間かかる人、15分、20分のかかっちゃう人は、ま、これじゃないですかね。毒にならない敵いないでしょう。さて、どうなる龍天神ヘスタカミン。かなりの可能性を秘めている双剣になります。武器種の中では、おそらく天水流系ではかなりの恩恵をもらっていることになります。というのも、 あの、切れ味っていうのは一番スロット使うところなんだよね。で、ナルガ武器っていうのは白ゲージをどれだけキープするかによって火力変わってきたわけですよ。で、ナルガの双剣とこちらを比べると、まあ、攻撃力にすると、その差20、回心率50%差ぐらいね。強化分入れるとね。 まあ、こっちは攻撃力プラス8があるからね。もうちょっと縮まるかもしれませんけども。えー、そうなってくると、回心率をとりあえずがっつり上げてしまえば、おそらく龍属性の火力によって、あのー、龍弱点の敵に対しては、ナルガ武器クラスにはそのまま上がるんですよ。そこからは、攻撃力の底上げだけをすればいいので、どれだけ攻撃力を底上げして、それを維持することができるか。逆襲であったりとかね。そういった、あのー、 スキルの恩恵をフルに受ける武器になりますんで。まあ、ちょっとこれ組んでみないと分からないですね。ただ、足りないのは攻撃力だけっていう武器になっております。ランス。ランスはもうこれから、豪創。なぜ遅らせてきたんだ剛 <laughs> 装をどっこ。まあ、あの、全バージョンで話題になったティガレックスのランスが、今回、 登場することになりました。攻撃力230。切れ味が短い白で回心マイナス15%。まあ、ランスもね、切れ味結構使うんで、切れ味問題はちょっと出てきますけども、まあ、とりあえず素で白ゲージで攻撃力もっと非常に高い状態の、このランスはね、まず一つ目をつけておくべきかもしれませんね。ガンランスもうガンランスはこれでしょう 放射型レベル5。ダオラ、ブリジア。切れ味もすぐ白が出るんで。まあ、ただね、あのー、殴りガンランスとして維持するのは、まあ、結構ゲージ的にはね、問題があるんで、難しそうだと思いますけども。んー、後続性でこの切れ味に、で、えっとー、もし、氷の魂を乗せればね、そっちを乗せれば、回信率も維持できて、放射型レベル5。これ、放射型レベル5って初かな初めてですかね。ガルクが持ってたか。 あ、そうだね。ガルクが持ってましたね。でも、まあ、ああの、通常火力が、高い。ガルクで180の、でもガルハールって最初から白ゲージあるんだ。すごいな。<laughs> まあ切れ味自体はね、こっちが匠で先があり、属性値も高めで、えー、回信率も乗ってますんで、放射型レベル5としてはかなり高水準になってるんではないでしょうか。ガンランスは個人的にはこれですね。ハンマー。ハンマーはブロステイルが、 卵ハンマーみたいになりましたね。240度。で、こっちから攻撃力プラス10持ってくると250で最大火力になるんですよ。でも、百竜ハンマーが、こうなんだよね。回心率さらにマイナス5%だけど240で攻撃力も10下がっちゃうけども同じような匠を使うのであれば切れ味ゲージの白ゲージは非常に長くなる。だからちょっと何とも言えないところです。 火力、通常火力、属性も乗せるってなるとなかなか他にないしな金獅子ハンマーが、あの、ドンキー使い乗せる上では非常に使いやすく高火力にまとまってますね。ハンマーはね。ハンマーもちょっとわかんない。教えていただきたいわ。狩猟笛まあ、狩猟笛これかな。属性攻撃力アップ。攻撃回信率アップ。プラス、 高周、攻衝撃波。で、攻撃力すごい低いけども、一応168まで上げれて、で、白ゲージなんでゲージ関係の管理をしなくても良いと。ただまあ、168で、いくら白ゲージとはいえ168だとちょっと火力面としてはあれだけども、味方の火力も上げられることを考えるのであれば、りかしこれは使いやすいかなと思いますね。ゲージとかを、 あの、調整する必要ないですからね。なんで、いろんな火力面を抜いて使うのであれば、他になんか同じようななんかあった気がするけどね。追加された中だとこれかな。火力特化型は、さすがに、ここまで火力特化型のは、なかったっけそうだね、えー。超火力特化型、サポート笛、ホルマゼンタ。これかなと思います。あれ 百竜笛で、属性と攻撃回心乗ったっけ乗ったら勝てねえな。百竜笛もね、単純に強いからね。そスラッシュワックス。これは手をキャッスルかな。前にね。 爆破系のぶっ壊れとしてお伝えしました。ただまあ、爆破の回数だけはほんととんでもないことになるんですけども、強俗性瓶と爆破属性で。ただその火力がやっぱ足りないんで、後半が厳しくなってくるって話をしたんですが、今回この攻撃力プラス20と切れ味をちょっといただいて、さらに爆破属性が36になりましたんで、 え、もうこれは、まごうことなき、えー、強武器の一角に入ったと言っても過言ではないのかなと思います。逆にね、他の武器がそこまで突飛出て強い、強くなった武器がないからね、そこに追いついた感じだね。いや、天水流毎回紹介するとね、ぶっちゃけ180の白ゲージどこまで生きるか不安なんですけども、まあ、その中でも、あの、強属性瓶持ちの、このロスドナータは、えー、かなり、 有望な方になるんではないかなと思われます。とにかく切れ味ゲージが、あのー、問題ないと。これは、スラッシュアックスにとってはね、いろんなスキル乗せなきゃいけないんで、あのー、他のスキル乗せることによってね、トータル火力が他の武器を上回ることは十分にあり得るかなと思われます。まあ、ただ、流属性と虚属性便だからね、ちょっと敵は選びますけどね。チャーク申し訳ないわからない。 <laughs> とりあえず、ゼミラブロスアームズと、混合、ジ布ンプ、イカズチ。この二つ、なんか似てるんだよね。ちょっとした属性もらいと、あとは、この、えっと、スロットが大きいのか。 で、会心率、こっちは0%マイナスですけども、こちらはマイナス30%。ただし、切れ味が伸ばした時に、長い白ゲージ。まあ、長い、中くらいの白ゲージがもらえると。スロットにね、匠1個乗せられるんで、その差がどう出るかなといったとこでございます。両方とも、こちらは会心強化プラス8。あと、防御研磨があるね。防御研磨と、あの、白ゲージは相性がいいかもしれませんね。 で、えー、っと、こっちはね、あの、ドンジンの一撃っていうことになってますんで、まあ、活かすのであれば、って感じだけど、でも白ゲージ、欲しいよないや、でもこれわからんな天水流とかは使えるんですかね、強属性瓶。属性の、チャークの属性が今回いまいちという話を聞いたけどもね。 どうなんですかねちょっとチャークは本当に <laughs> わかんないんでね。これもコメントいただきたいわ。百竜が勝ちますっていうのはたくさんありそうだけどね。早中魂。早中ンタイラントロッドがロマン化したんだけど、これだとまだ、ティガナルが安定かな230まで持ってきて白ゲージも出るんですけどね。 ちょっと早中ンは物理面で言うとわからない。百竜早中ンがどうなるのか、ちょっとこっち持ってないからわかんないけど、単純な攻撃力だけだったら伸ばせるし、回心もつけやすくなっているんですけどね。ですけどね。でも多分、ナルガとティガーどっちつかずになりそうな、まあ、気がしないでもない。あとはまあ属性ですよね。比較的、あの、百竜も この追加の古流系も属性が伸びましたんで、あの手数の多い武器としてはここでもどれぐらい持っていけるかといったところ、長い白ゲージを使って会心率の、でもナルがね、相中根のナルが確かめっちゃ強いんだよね。そこだよな。毒であったり、まだクイドダオラとかがわりかし、 氷弱点の敵に対して領中レベルも7だしね。あのー、食い込んでいけるんじゃないかなと言ったとこですね。いやー、こう、どれかが、どれかすごい強いとはちょっと選べぬところだ。はぁ、あ、ライトボ防寒。さ、ほんの一瞬の間ですか私は大雨の中、外で用事を済ませてきました。えっ、ー、とね、赤島の、ん震度。 読めんな。し、タン部地の風撃地。風撃地って <laughs>。雨に打たれてややおかしくなっていますが、これもともと、あの、三段系の即死者ライトなんですよね。ただ、180っていうのが比較的他の武器と比べて一段階弱かったものに、攻撃力プラス10がつきました。ので、まあ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 、 これは順当な強化ではないかなと。約1.05倍の火力アップして、3段強化をつけると3段と砲3段のレベルに速射が可能になります。で、43段の方は歩き打ちもね、可能になっております。他の属性弾とかも比較的使いやすく、滅流弾、速射なんかもついているんで、これは順当に牧彦さん武器としてはね、牧彦さん武器弱くないんだよね。全体近接も青いゲージ長かったりで。 ただ、火力トップではないっていうだけでね、普通に使いやすいと思います。そしてこちらも順当進化、炎王ホムラド、エンド、1が劣化となりました。これもね、前に紹介させていただきましたけども、えっと、砲散弾のレベル2歩き速射ができて、鉄鋼榴弾レベル1の速射ができて、レベル2を自動装填できて、核散弾も持てると。 で、まあ、残裂弾等々も装備できると。っていう武器になっていましたけども、こちらも、順当進化で、ちょっとね、強化、火火力、強化された数値が出ちゃうからね、えー、っと、攻撃力200。ということでね、火力が1.05倍ぐらい上がったということになります。もともと使いやすかったんで、えー、結構ね、いいと思いますよ。単純に、あのー、百竜夜行とかのね、あのー、ちょっとした狩りなんかには、この放散弾は非常に良かと思います。 気になる人がいると思うので、ね、点水流のライト見ますけども、ね、こ点水流のライトはね、今までの強さをね、ライトの強さを一手に引き受けて弱くなったような感じですね。<laughs> 基本的に、これヘビーもそうなんですけども、レベル1、2弾で速射等々がないけども、代わりにリロード反動が最初から最速最小っていうね、貫通火炎弾、貫通水冷弾等々も撃てます。 ただ滅竜弾と貫通滅竜弾が両方とも速射がついているんですけど、いかんせん。素の攻撃力が激低く。何かしら隠された能力がない限りは、ちょっと厳しいかなと。これだね。流属性やられ発症時の流属性攻撃力を1.2倍にするがついてるんで、これで流弾を撃つとちょっと強いぜ、みたいなね。そういう武器ですね。ヘビーボウガン。 ヘビー,ボーガンも順当進化系が多いですね。合法、これ何コ、古刀でいいんですかね。攻撃力が240になって、えー、っと、スロットがね、小1が増えた、ティがヘビー,ボーガンになります。攻撃力強化プラス3、テックリュ弾追加レベル1、拡散弾追加レベル2なんだけども、結構これがね、有用に使えるヘビーなんだよね。で、相点数も上がってますね。で、3弾、砲3弾、貫通弾、レベル3、この辺はセッドと、有機セッドと似てますね。 あのー、温古流のヘビーですね。似てますけども、えー、こちらはさらに、えっ、ー、と、流撃弾が使用可能になっています。で、核酸弾も追加でレベル3が撃てるようになっていて、鉄鋼流弾も複数装填できるようになっていますね。なんで、ちょっと変わった有機セット。鉄鋼気絶流撃弾なんですけども、今回鉄鋼気絶流撃弾もう一個あります。それが、炎王流派生の テオフランマルスこれもともと鉄鋼竜弾が円王龍の塊こと魂によって火力がアップして使えますよっていう話をしてましたけども火力がね20アップしたことによって単純に鉄鋼竜弾としても強くなったんですけどもこっちもね貫通弾等々が一応まあ使えるということになってますんで汎用性も広がりましたね流撃弾と鉄鋼竜弾で気絶って 流撃弾を狙っていきつつ、通常の弾種でも火力が、まあまあ出せると。強いて言うならば、これには3弾がレベル1しか付いていない。放射弾もそうですね。レベル1、ああ、放射弾はレベル3まで付いてる。3弾がレベル1までしか付いていないんで、ここが、ユーキーセッドとテオフランマルスとティガーの3つを使い分けるところかなと。オンコリューの方はね、 あの、大人気、残裂弾が5発装填っていう超絶性能ついてますから、火力面では一番劣るもののが、しかし、といった感じでございます。あ、それから、グランダオラ。これもね、順当進化系ですね。攻撃力220と、かなり高い、えー、火力になりました。で、かつ、この、交流の塊こと魂で、回心率が40%まで引き上げられる上、貫通弾と通常弾が、えー、非常に、 たくさん装填できるようになっていて、独断も撃てるようになっていると。いうことなんで、足止まっちゃうけどね。えっ、ー、と、他の貫通ヘビーより火力が一歩抜きに出てますんで、その点で使い道が出てきたんではないかなといったところ。天水流デビルイどうして <laughs> 一番火力をもらっているのに、天水流武器では、レベル2までしか装填できない。通常弾追加レベル2で、通常弾がレベル3まで、 使えますねなんで、うーん、まあ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 といったとこでしょうか <laughs>。まあしょうがないな、この辺はしょうがないよ、うん。見た目かっこいいからね。見た目だけでももらおう。<laughs> そしておそらく最も恩恵を受けているのが弓ですね。恩恵を受けてるというか、強くなったのが弓ですね。 これ、殴る矢、あの、方向流発生、たくさん増えてますけども、特にこの弓、えー、攻撃力210、水属性15、回心率10%に、連射レベル5の回復型と、まあ、ぶっちゃけ、百竜弓で、ほぼほぼ似たようなセットはできるんですけども、微妙なバランスを取れるのが、これかなといったところですね。殴る矢の、これ、遠弓の、真弦、進言、難しいな、<laughs> ですね。 まあ、たくさんあるからゆっくり見ていこうか。これは結構強いの多かったですよ。で、タイラントボ240から250になって、これレベル3、234すべてが、あの、レベル4になっているのがちょっと変わったとこですね。まあ、トータル火力として、えっ、ー、と、私みたいにね、あの、いろんなレベルで撃ってしまう人にとってはトータル火力が上がるかなと。まあ、250もね、馬鹿にできないですね。回収率もプラス8%がついています。 あとなんかいっぱいあったぞ。弓は本当に結構、まるまる追加されたものが、あのー、使えるようになってましたね。まあ、これは、来球110王は単純に火力アップなんで、貫通弓であれば他にもまだあるかなと、いったとこですね。で、これですね。えー、カンブチの風抜き、風抜き。これ、 え、火力も10アップしてますけども、やっぱり連射レベル5が装填できるようになっている、流属性15の弓ですね。さっきの方向流と比べると、これがちょっと上がって、回心率がなくなっているといったとこでしょうか。まあ、これ100リル弓と合わせてみてね、結果使っているのはちょっとわかんないぐらい、同じような、似たような性能になってます。で、これも、拡散レベル、ちょっとだけ上がってます。<laughs> ちょっとだけ上がってます。拡散、最後は貫通じゃなかったらな 超高性能な雷属性意味だったんですけどね。そして、こちらも。これもともと結構使えた、好評、馬球ですか馬球アルナスダオラ。これも火力が上がって、その回信率が15%上がったところに、交流の塊こと、魂が入れることによって、超高回信率の貫通レベル55の、レベル3、レベル4が貫通レベル55の貫通弓になってますんで、貫通弓としては、あの、なるがは超えたんじゃないかなと。 行ったとこですね氷属性も非常に高いのでそしてこちらもそうですねもう全部だだいたい追加されたのは大体強いですね手をのも連射レベル5が追加されて、えー、レベル23も貫通と連射が44になって火力もアップして爆破属性がついてますこれもね爆破属性ついてて非常に面白い弓だったんですけどその火力が若干足りなかったんで連射レベル5になっただけであのこの爆破属性の これ、レベル5でも確か属性値上がったっけため、ためじゃないと上が、ためのレベルが上がらないと、上がんなかったかな。ちょっと忘れちゃいましたけども、まあ、単純に、あのー、爆破の恩恵を受けつつ、普通の弓としても使いやすいんで、普通に使いやすいと思います。そしてこちら。魔道級アルマデール。拡散レベル5。これ一番、でかいかもな。拡散弓使いの人はもうこれ一択じゃないですか。百竜弓に拡散レベル5の、 めレベル4は確かなかかななった気がすするんんででしかも230という超高火力になりますんでこれでやっと最大火力の、これ属性ついてたらさらに良かったけどね。あの、最大火力の拡散弓が使えることになりますね。これ嬉しいよね。そして、流、えー、天球ヘルバーネズ。これも拡散レベル5になっています。こちらは攻撃力が下がってる代わりに龍属性39が乗ってますんで、まあこれ試さないとわかんないけどね。どっちの。 方が火力が実際出るかっていうのは。えっ、ー、と、属性拡散意味としても使えるようになっております。しかた、さらに曲射が会心型になってますね。なんで、拡散弓使いが一番得したんじゃないかな、今回ね。<laughs> 嬉しいですね。で、忘れちゃいけない百竜弓全般的にもうとりあえず、見た目を好きにしたかったら百竜弓でなんとかなるかなと、拡散弓だけかな。ちょっと、差が大きく開いてそうなのはね。 ぐらいなんで、貫通と連射弓であれば、こちらで、こ読めない、ういてん、てっていうんですかね。有意天変っていうんですかね。こちらで全然問題ないレベルとなっています。いやー、どうかなこっからぶっ壊れ出るかな拡散弓が一番行くんじゃない行かないかな拡散弓当てるの難しいからね。<laughs> というわけで、ちょっとコメントの方でね、ぜひね、これすごいぜっていうのがあったらね、教えていただきたい。 それでは、イカレタコスケと探す、ぶっ壊れ武器の元でした。ティ回れ、回れ、れ風車。また同じ場所へ帰って。揺れて、揺れて、て心君は知らない。まあまあ。